愛は柵のまま皮付きの状態で昆布締めにしていきます。鯛にお塩を振っていきます。お魚にはもじおが合うと思うのでもじおを使っていきます。通常の鯛の柵は 150g ぐらいだと思います。 150g の柵に対してお塩は 1g 程度です。今回は立派な鯛なので 270g ありました。だいたい 2g のお塩を全体に振っていきます。鯛にお塩を振ったら10分ほど置きます。塩を振った鯛の水分を取っていきます。塩を振って10分ぐらい置くとこのように水分が少し出ている状態なのできれいに水分を取ってください。ラップを敷いた上に昆布を並べます。その上に鯛を置いて昆布で挟みます。ちょうどお魚の形に昆布がなってました。それをラップでくるみます。なるべく空気が入らないようにしっかり入らないようにラップでくるみます。この状態で半日から1日置いて昆布締めにします。この状態で半日から1日置きます。一晩寝かせた鯛の昆布締めを開けていきます。鯛の皮を炙っていきます。していきます。
のあら炊きを作ります。鯛のあらにお塩を振って臭みを取ります。鯛の両面にお塩振ってください。10分ほど置きます。鯛のアラを霜降りにしていきます。沸騰したお湯にアラを入れます。アラをお水にあげていきます。味を閉じ込めたいので片栗粉を振って焼いていきます。煮汁を作っていきます。お水 200cc、お酒 100cc、 みりん大さじ3、お砂糖大さじ3、お醤油大さじ3、分のスライスです。火にかけて沸騰させて煮汁を作っていきます。煮汁が沸騰したら火を止めます。鯛のアラを入れていきます。火をつけて一煮立ちさせます。煮汁を絡めていきます。片栗粉がついているので煮汁にとろみがつきます。長く煮なくても大丈夫です。時短料理になります。煮汁にもう少しとろみをつけたい場合はお魚を取り出してから煮詰めていきます。器に盛り付けて白髪ネギをあしらったら出来上がりです。あら炊きの出来上がりです。いただきます。器に盛り付けて白髪ネギを器に、
み用の鯛の柵を薄く切ります。全体にお塩を少し振りかけます。ラップをして冷蔵庫で15分ほど冷やします。お薬味のみょうがを千切りにしていきます。この部分がくっついているので三角も切り落としてください。部分も千切りにしていきます。かぼすを輪切りにしていきます。よく冷やしたお皿に盛り付けをしていきます。スライスを入最後に浅漬けを盛り付けます。和風カルパッチョのソースをよく混ぜてかけます。出来上がりです。和風カルパッチョ、富山の地酒幻の滝と一緒にいただきます。
皮のついた柵に熱湯をかけることによって旨味が凝縮されます。キッチンペーパーをかぶせたところに熱湯をかけていきます。冷たいお水で身を締めます。鯛の水分を取っておきます。お造りを作っていきます。鯛の皮は食べやすいように切れ目を入れていきます。の湯霜作り出来上がりました。いただきます。鯛にお塩とお酒を振っておきます。お塩と酒を振って10分ほど置きます。私のお気に入りの奥荘の大根すりおろし器です。底も広くて裏に滑り止めがついているのでとても安定感があります。刃もしっかりしていて軽くて簡単にすりおろすことができます。とてもおすすめです。カブをすりおろしていきます。ざるにあけて水気を切っていきます。自然にお水が切れるぐらいでちょうどいいと思います。卵一つ分の卵白にお塩一つまみを入れて泡立て器でメレンゲにしていきます。よくメレンゲを泡立ててください。メレンゲにすりおろして水切りしたカブを混ぜます。泡を潰さないようにさっくり混ぜてください。
容器にメレンゲとカブを合わせたものを入れます。よく水気を切った鯛をその上にのせます。その上から覆うように先ほどのメレンゲとカブ合わせたものを乗せてください。手で形を少し整えます。ふわっとラップをかけ、600ワットの電子レンジで5分間蒸してください。銀餡を作っていきます。 200cc のお水に白だし 20cc 沸かしていきます。そうしたら火を止めて、水溶き片栗粉でとろみをつけます。レンジで温めたものを器に盛り付けます。
添えて出来上がりです。タイのカブラムシが出来上がりました。いただきます。銀杏の はい、頼むぞ。はい、頼むぞ。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 こちら、ものすごいよく超えたアマダイ、萩のアマダイです。これも入りましたから、一緒にお送りしますね。はい、じゃあゆっくりサンマおろししてみます。よく見とってくださいね。ギリギリギリからガイドラインを入れます。そして中骨の上に包丁が乗ってるのを確認しながら少しずつ真ん中の骨まで到達させます。ここまでですね。でこの時にここを少ししっかり入れとってください。そうですか。はい、じゃあ背中です。背中もギリギリギリにガイドラインを入れて、骨の上にちゃんと包丁が乗ってるのを確認しながら少しずつ、一気に入れないで少しずつ入れる。そしてこの骨、下の骨を感じながら、こういう感じですね。こういう感じで三枚おろしを進めていきます。そして真ん中の骨まで来たら、あとは包丁を通して下に押さえながらこうです。これで3枚です。はい、もう一回反対側をやってみます。ヒレギリギリにガイドラインを入れます。そしてこの骨の上に、この下に入ったらダメ、この上に乗ってるのを確認しながら少しずつ、でしっかりこの真ん中の骨の上まで、ここまで包丁入れます。全体も一緒ですね。ギリギリからまず皮を切るぐらいのつもりで浅くガイドライン、そして中板を擦るつもりですね。こういう感じです。こういうイメージで骨を感じながら少しずつ進めていきます。そして包丁を通した後に下に押さえながら、押さえとかないと身が浮いてしまうと身を削ってしまう。はい、こんな感じ。
骨はこうです。サロンド M さん、いいの入りましたよ。送りますからね、待っててくださいね。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、では次に甘鯛をさばいていきますね。どうしましょう。マスカット揚げしますか。ロコはついたまんま。チャレンジしてみてください。それでやってみます。じゃあ片方だけです。ロコ取りますね。こちらは鱗がついたまんま三枚おろししていきます。塩焼きでも煮付けでも何でもできます。2つに切ってですね。じゃあこれはこっち側の骨付きの2枚おろしの状態で入れておきますね。はい、これで骨が全然ありませんから、このまんま食べられて全然大丈夫です。でもしね、松方揚げが、難しいなと思ったら、これ皮を剥いてフライなんかされるとものすごく美味しいですから、フライもやってみてください。皮ついたまんま、鱗がついたまんま皮を剥ぐと簡単に皮を剥けますからね。はい、
タロット M のもとに注文したお魚が届きました。ありがとうございます。それでは開けてみます。これが請求書です。こちらが請求書なので振り込みで支払いをさせていただきます。あ、すごい。瀬戸内さんの天然ダイと萩さんの甘ダイ、これも天然ダイ、甘鯛のお顔、あとアラですね。丁寧に下処理をしてくださったので、これなら私も簡単にお料理ができます。青山さん、ありがとうございます。サロンド M です。いつもご覧いただきありがとうございます。また遊びに来てくださいね。